やったって言ってた、あの子。よかった。ラス1だったのかな、空いてましたね。チン。よかった。実はね、一人、ちょっと、結局待ちで食ってたんですよ。まあ、待ち、あの、とんかつの方ですけどね、食べて、料理出しとくか、ね、塩がやつかけるのかけてちゃうのね。でね、その時にね、ちょっと手間つく席状況を見たら、やっぱ満室になっちゃったんですよね。何だ、ダメかーって思ったんですけど、ちょっと離れたところにも、会社通らずらしいんですけど、そこも、ポンとかけて少しとかないだし、ですよ。で、ああ、でもダメだなと思ってたんですけどね。まあ、物質的でいいかなと思ってきたら、一応ダメ元で聞いてみたら、ちょうど秋が、全然、ちょう、逆に真冬で食ってたのよかったのせいでね。いやぁ、思わず思い食っていましたからね。ソフィア天気って食ったら、ともい食ったと、今日も腹膨れるなと思う、強そうな天気で、セット。なんかこってりと丼のセットを食べたんだもんな。そりゃ、そりゃね、あの、床盛り食ったらそりゃ膨れるのってことなんですけど。いやー、よかった。で、ここでですね、しかも、何が言って、実際、布の姿が向こうがいいけど、わかりますか？ひどい。めちゃくちゃひどい。え？睡眠さえさ、じゃん。マジで？ここって二人分かからないよね。大丈夫だよね。うん、普通にかけて引っ越しされますかって言ったら、あんまり聞いてないけど、そっか。あ、合成にしよう。ここかけてるな。合成ってだけなく全部ブースなんだ。なるほど。おっきい。この広さはね、これもう、もう、ね、正直、この広さなら、もう、ビシホですからね、ほぼほぼ。シャワーももう夜ですけど、やったー。大勝利。これでね、後々の固定のね、のんびりと輝いてやっていきますよ。ついでに言うと、ここまでですよ。パソコンとかってますね。すげえ、ガレリアや。だったら、V だっけ？あ、V じゃ置いてあるわ。え、すごい。何？i7、うん、ちゃんとパリッパリの間。80年だからちょっと前のやつですけど、ジブロス RTX だから、ジブロスも入ってるから、多分、相当スペックいいな、これ。ちょっと待って。いないやり方ですけど、パフォーマンスがどんな販売？よいしょ、8700、おー、第8世代、これが第8世代の7ですから、まあ一般的に売られるもののまあ最高規格と思ってもらったらいいでしょう。まあ一応、i9 とかもありますけどね。i7 があったら、基本的にグラフィック処理とかそのあたりとか、もうお任せあれですね。で、何言ってるの？おわ、2080だったら GPU メモリ 8GB あるじゃん。これだったら、全然ネットゲー、あの、多分エペとかそのあたりも全然できますよ。あー、すげえ、いいな。8ジェネだから、今みたいに半導体が上がる前だったから、多分、当時の発売、倍かで、22万ぐらいかな、うん、うちのやつより高い。ディスク、そのかい、ディスクとかを省いてんだ。もう使わないですもんね。うん。で、21万とかかな、20万超えるんじゃない？本体のね、設備のやつとかも、含めた、ギア含めたらもう20万超えますね。すげえ。
やつだよ。通常のところ一番高いって。ライト8時間とかで3300円。で、土日は、プラス100円ですね。うん。ですから3440。いや、でもね、普段のところのね、鍵付き個室だったらちょっと割高かなんかってなりますけど、ここまで来てくれたら、これで3400円だと全然あり。ついでに言うと、このあたり、意外と美女法があんまりなくて、調べてみたら、あれ?あるんですけどね、結構もう1万円とか8000円から1万円以上するよ、みたいな感じのところばっかしだったんで、いやー、助かったー。せっかくね、遠いかんでね、ゆっくり、がっつりと充電して、ゆっくりと、ちょっとさせてもらおうと思います。